カズサ・サカイ氏は、戦国時代に、現在の千葉県中部にあたるカズサ国の東近所を、本拠地として、同国北部を支配した、サカイ勢の地方領主である。1、東金城。二土家城初代当主は、サカイ・サダタカとされる。ただし、古文書に登場するサカイ氏の初代当主とみられる。人物は、サカイ・キヨシ伝とされる人物であり、神殿を、 邸高氏の別名とする説と定高を架空の人物とする説がある。定高の出自については、東上縁の副称として、下大佐に下った、美濃国時岸一門の浜春都氏の子とする説、三河国の在地領主である三河堺氏の一門とする説、藤原秀里流旗野氏一族の氏族である松田氏の出身とする説、堺津根州の子孫とする説などもあるが定高ではない。 定高は、長京2年、上佐の土家城に入り、ついで東金城にも、勢力を広げ、その子孫は土家を拠点とする長男の定時の竜と、東金を拠点とする三男の高俊の竜とに分かれた。また、具体的な系譜は不明であるものの、大英年間頃に、小学坊、足利高本に近似して、土家城に近い上佐国市原軍今剛地に所領を、与えられ、 高本に近かった、下唄の千葉正種から、片弓名を受けた、堺正都氏という人物の存在も知られており、土家、東金以外にも、堺氏一族が広がっていた可能性を示している。さらに土家の堺井ネジを養子とする説に関連して、正俊を、土家系着流に近い人物と推定し、小学坊派であった、正俊の一族が、小弓久保を、 足利義明側に滅ぼされた後に、小弓久保派にあった所流の種地が、土木城を獲得した可能性も指摘されている。また備前松田氏と並んで熱心な北紀州と領主としても知られており、その領国は、七里北家と称されて、寺院や住民は、ほとんどが北紀州に改修させられたと伝えられている。第一次高の大合戦後、 北条氏の影響力が、太井川東岸にまで進捗すると、土家、東金の両堺氏はそれぞれ北条氏と里見氏との間で板挟みとなっていたが、第二次公の大合戦において、土家の堺種氏は、里見氏方に寝返り、敗走する里見軍を援護し、北条軍の追撃を阻止した。以降、たびたび、北条氏からの攻撃を受け続け、天正四年両堺氏は、 北条氏に降伏し、北条氏による東和佐の支配が確定的となり、両堺氏は里見氏に対する備えを担った。小田原征伐で北条氏が敗北すると所領を失うが、子孫は徳川氏に旗本として仕えた。太戦は実施、細戦は養氏。堺貞だ定時高利現治とし。玄治亮とし種地貧乏。 工事精神、重原正成、ありがとうございます。